前回のカズクラ、倉庫も大きくなったし、これ待てよ、建築材料しっかりと掘り掘りしないといけないな。というわけで砂の整地作業に向かった。大きな大きな砂漠マップをきれいに整地していく。これで砂は補充できたけど、ちょっと待てよ、他の鉱石もゲットするアイデア、ほら思いつきました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。私の得意分野は何だろうな、キャラクターの建築でございますね。でマウニーは、まあ、家とかその全般的なものが得意で、みんなそれぞれで得意分野が違うみたいでございますね。さあというわけで、もう砂がねかなりモリモリになってきましたよ。いやほんとね、使えるあいつたち。ただね、私これじゃねまだまだ止まれないんですよ。まだまだ建築したりんのです、私。ほんで、あれ幸運の高橋あるけど、あれシルクタッチついたやつは、あれ高橋 X、 あれどっかなくしたな、シルクタッチのどっかなくしたな、これ。え、マグマ使い切った、あれ誰か長時間作業してたんかもしれないな、これ。マジかマジか、この前の作業の時間だけでなる、これ。おらららららら、多分今すげえ経験値あると思うんだけど、これこのスコップいたん、だいぶ傷んでるからちょっと回復させようかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと組んでくるね。まあというわけでぼちぼちね、まあ、生活してるとこなんですけど、いやー早くもっとこの燃やす材料を簡単に取れるようにしてほしい。この地下にもねなんかあるとは思うんだけどね、マグマ的なもの。このマグマ掘り当てるのがまたねちょっと大変でございまして、見つけたとこまずあっこ枯らさないとね。見つけたものはちゃんと使い切らないとダメってねお母ちゃんに言われてますので、ちゃんとみんなも歯磨きとかマヨネーズ使い切ってるか。何の話だこれ。いやあれなんか無理にでもねなんか使い倒したくなるよね、あっこら辺ね。というかここら辺だね。うわ、まだ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 ありますよこれ。あ、もうパンパン、こんだけで。いやー今日も働きますなー。あー、そういえばもうみんな家で暇してる企画いろいろねあるかもしれませんけども、そういえばあの先日ウーム塗り絵みたいなのもねなんか配布されましたね。そう、概要欄ね貼っとくんで、もしよかったら遊んでみてください。多分ねあのプリントアウトして遊ぶやつだと思うんだけど、うわこんなところまで遠征来てるわゴーレムさん。幅広い、ちょっと寝ようかな、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。あっ、すや、よく寝てる。みんな今すごい瞬間移動した、すごい移動したよ今みんな。ちょ待って、ま、なんかまた村人もさらに減った気するよね、これ。あるかな新鮮な材料。うわパンパンですわこれ、パン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 太郎ですわこれ。ちょ待って、みんなねほらこれ、これあげるから、ほらほら配ってみんなで。うわパンパンだ、うわまた、待って待って、これも私が見ては、うえいいんだけど。あー、また麦、麦太郎になってる、麦太郎モード。これ私がメンテしないとね、麦植えちゃうんですよね、麦、この子。人参でいいんだよ、人参でも。でもこれ、これどうしたもんか。これはどうしたもんかね。さあ、ほんで本日もね、いろいろ作業的に大変ですので、はい、ボー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 燃えていきますよ。ボー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 。な、ちょっと、ちょっと吸わせていただきますか、これ。経験値的なもの。じゃ、吸い、うわ、うわ、拾っちゃったよ。な、吸いますね。ああ。あとはこれだな。ちょっと待って、もうやだこれ。どっかに修繕がねないわ。あれ修繕の師匠さんおらんかったっけ。アンデッド、あ、いるいるいる、くださいな。結構高いのね。うわ、ぶらぶら、こっちから降りて危なかった。こうですね、いきますよ。オッケー。さあというわけで本日はね、みんな大好き掘削作業がね待っております。見つけたいと、本当に見つけたい一心でございます。さあそんで本日はね、何をするのかというと、スライムチャンク探しでございますね。スライムチャンク探し、ですね、前あっち行った時にスライムチャンクが見つかりましてね、いやこれはまたね、シーズン1の時のように掘らないといけないじゃないのかということで、今これ探しました。で探し当てました、大体多分。いやびっくりしたんだけどさ、これわかる？この範囲。待ってね、今余計なちょっと買っとくわね。
オッケーオッケーオッケー。世の中にはね便利なものがございまして、おそらくですねこの今囲ってるところ、ちょっと待ってな、分かりやすくするわ。これですね、ここの範囲、ここの真下ね、あとここの真下もそうだし、ここの真下もそう、この囲われてるとこ全部にスライムチャンクがある可能性がございますこれ。というのがじゃじゃん、こんな感じですね。いやこれ調べることができるんだよ、久々にやったわこれ。こんな感じで調べることができるみたいなので、まあ要は今からここを掘っていくっていうやつですね掘っていくと、だってこの下にあるんだから。まあというわけで、まあ、早速いっちゃいます。どこ掘ろっかな、多少下がってるここ、この一帯掘るけ、この一帯を。スライムがねなんか高さがあるんだよね、なんか地下何メートル以下に湧きますよみたいな、湧きませんみたいな範囲がございましてね。まあでもとにかく掘っていくしかないですよねこれ、掘っていくしか。まあちょっときれいに、まずきれいにいきますか。そう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 、おーしよ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 し、だいぶ回収できる、だいぶ。待ってこれ、これ資源大変なことになるぞこれ。とりあえずね今日あのスライムが出るまでやりたいんだこれ。一応あのトラップ作るかどうかはねまた将来的な話になると思うから、とりあえずスライムが本当に出るかどうかね、そこまで俺はやりたいと思っている。よし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 、圧巻ですわ最近圧倒的整地動画が増えてきたんだけど、楽しいっすわこれ。で資材置き場もちょっと作らんとかいけんなこれは。よいしょ、お3つでも足りない気がするこれ。まあ、とりあえずここら辺にこう並べておく。あとはしごも持ってこようかな。あー、ほんで本日がねマウニーさんの橋、公開ですので、なんかいろいろ作り方などでぜひ見に行ってくださいね。土曜日ですよ。でドズポンが毎日というね、毎日ってなるとね負けられないから、ちょっと建築では。あっち2、3本投稿してるから、こっち1本をもう生誕込めてやってるからな。何しに来たんだっけ。さあはしごだ、はしご。よーし、では行くよ。一瞬あっ、僕の軸カズクラ、よく出た。今調べたぞ。39以下で出てく、いや今の高さどんだけだ。うわ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 、39以下、マジマジ言ってる。30マスぐらいを掘らんとあかんやん俺、30マスちょい。うわ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 、やっちゃった俺やっちゃったよ、掘るよ。39以下、うーわやべえな。ほんで階段の設置場所一旦ここにやっとこっか。うわやっちゃったなー、ほら、うん、頑張る。みんなの笑顔が見える気がする。ほら頑張るよ。いやでもこの上掘らなくてよくないか、これ39以下だったらこの上掘らなくていいよな。待って、せっかくだからここだけ掘るけど、39以下の層って言ってたからここの層ってことなんかな。ここの層、ここですな。あれ今38ん、高さ38、もう一個上の層だった、こうか。大変大変ですこれ。ただすごい物資はね、丸石好きだからね、みんな建築で丸石を取るのにはすげえいいんだけど、あのすげえ大変です。うん、はあ、やっとようやく1層分できましたこれ。高さ 2.5 マスだったかな、あのでっけえの枠のにね。ふうふう。で待ってね、こういうの気になるから、これ天井こういうの気にしちゃうんで、うん、統一感の命やと思ってるんで。さあそろそろ寝れるだろう、村近いからね、襲われるんだって。あ、あーよく寝た、あー気持ちいい。さて湧くんかなこれ。さあどうでしょう、ペチャペチャ言ってたら勝ちなんですけど。ちょ待って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 、一石二鳥、いや意外と割れない、いやじゃびっくりするぐらい割れない。あいつら建築物よう壊すのに意外と壊さない。さてもう一層分ほっとくか。
ったおった。これ床も張ったんよっかな。ハーフブロックあたりでさ、いや非常に悩むとこ。これ明るくても確かうにゃんってなるはずなね。ほんでどう、ほんでどうよ。怖いのがね、掘る場所間違えてあるある。怖い怖い怖い。間違えたんかなこれ。やだよ、間違えたわ。やだよこれ。こんなに頑張ったんだぜ。さあ耳を澄まして、耳を。無音、無音です。おい出てきていいんだよ。松明ダメなんかな。もうちょっと暗くしとこう。確か明るくてもよかった気がしたんだけど、待って。こういう手抜きがダメだよね。これもハーフブロックでつくね。昔は手作りしてた記憶があるわ。こういう手抜きがダメなの。ちゃんとやる、ちゃんとね、敷かないとダメでしょ。こういうとこからですよ。よしよしよし、これで湧きやすい条件は整ったと言ってもいいだろう。もうちょっと待ってみよう。しばし待たれよ。さあ来い。あっ、ちょっと待って。ん？いたーいたー。意外と湧かないんだねお前。ありがとう、ありがとう、お前、ありがとう。はい、というわけで本日はですね、こんな感じで、終わりたいなと思います。ありがとう、お前はいいスライムブロックになるよ。絶対いいスライムブロックになる。おらら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 らということで、無事、掘り当てましたね、これ。よかった。はい、本日こんな感じで終わろうと思います。きっといつかこれ動くから。とりあえずね、掘ってスライムは沸かせることできたので、スライム不足はねちょっと解消できそうでございます。ブロックとか結構使えるからな。ほんと掘りたい、真面目に。だいぶ濃い配信だったんですけど、皆さん吐き気大丈夫ですか？本日の皆さんの調子ね教えてください。元気です、吐き気があります、眠気があります。さあどれですか皆さん、大丈夫ですか？というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。